こいつら誰なんだ。多分しくじった奴らだろう。エイブリーかテューの脅しなんじゃないか。こういうのには慣れっこなんだよな。だな。あの橋なんかヤバそうだな。崩れちゃないだろう。死んでも知らねえぞ。おう、大丈夫だ、来い。どう見ても適当に作られてんだろう。平気だって、海賊製だぞ。やばそう。おいおい、まだ靴の中に石が残ってるって。待った、やばい。俺、これもうブルじゃないで、チューはこの場所をエイブリーと作ったのか。理解できない。ああ、俺もだ。宝を隠したいはずなのに他のやつを巻き込むなんて。まあ、仲間だと思ってたのかもな。それでディスマスの十字架も送ったのかも。ああ、で、テューが宝を持ち逃げした。まさかそんな。まあ、すぐに答えがわかるさ。まあ、あっちには戻れないな。まあ、落とし穴に落ちたってわけでもないし。スイッチがあったぞ。よし、そんじゃこいつの手を取るぞ。おう、おいおい、これっていわゆるテストっていうか、試合。で、こいつは失敗したって。それ避けたいな。下に何かあるぞ。あれはバケツだな。なるほど。どうする。入れたぞ。よし、渡してくれ。あのでかい歯車に戻してみる。で、これは何の歯車だ。よし、なんとなく分かってきたぞ。十字架と関係ある。ああ、多分これはキリストとディスマスとゲスタスを表すんだ。じゃあ白い十字架がディスマスだな。なら黒のはゲスタスだ。姉さん、バケツを置いたときに上で何か動いたぞ。仕掛けとドアがつながってるってことか。よし、じゃあ上のバケツは OK。 そのままだ。これでいいはずだ。やってみるか。ほんじゃ、サムがスイッチ引くの。いやいや、そんな、その楽しみはお前に譲ってやるよ。姉さん見ろ、正解だな。生きてるよな。罠のことならネイサン・ドレイクにお任せ。で、今のやつがテストなら一体何を試すつもりだったんだ。水汲みか。ディスマスを知ってるかだろう。エイブリーと仲間たちが大好きだったみたいだからな。簡単なテストだな。これだけじゃないのかも。おい、足元注意。こりゃすげえな。何なんだよここ。聖堂の真下のはずだ。足元にこんなものがあるなんてレイフとナディンは知ってるのかね。
爆破しまくってりゃそのうち見つけるだろう。崩れた橋まで行けってことか。だろうな。道を探すか。来いよ、あげてやる。行くよ。ああ、いいものを見つけたぞ。これであそこの崖の出っ張りまで行けるだろう。さすが。ついてこい。もっと楽に行けないもんかね。橋が崩れてなかったらもっと楽に行けたんだろうけどな。数百年遅かったみたいだな。さて何があるかな。天井が低いぞ、気をつけ。いて！ああ、そっちがな。うるさい、光が見えるぞ。地下墓地か。なるほどね、聖堂の地下だし。の方はどうなんだ。あの手の込んだ墓石ぐらいですよ。集会場付近は掘り起こした。終わりました。北西側も完了してます。南側はどうなってるんだい。手つかずです。クレーンを運ぶのに1日かかります。ナデン取りかかった。クレーンなしでも調査するんだ。直ちに数名向かわせます。いいだろう。ライフ、写本の方はどうなんだい。ちょっといいか。また報告して。わかりました。聞いた？聖堂の地下に部屋があったんだよ。ああ、聞いた。見たのか？いや、なんで？発掘作業のおかげで消えちまったよ、ほとんどね。みんなダイナマイトが大好き。最高級の装備を持った荒くれ集団。でも1ヶ月かかる仕事を2日で終わらせたんだよ。終わらせた？瓦礫の山にしといてか。そう、わかった。どう？過激なことをするときは事前に報告させるよ。それか奴らにお預けって言っとけ。吹っ飛ばされる前に俺が手がかりを探す。無理だよ、これ以上待ってられないんだ。言っちゃ悪いが、俺の方が経験豊富なはずだ。違うか？言われた通りにしたさ。だろうな、
ここを壊したいようにしか見えないがね。まさか私はオークションの前にあの十字架を盗み出したかったんだよ。あのオークションには頼りになる部下を連れていけないから。オークションで手に入れるのが一番安全だろ。自分の直感に従わずあんたに従ったらライバル登場する。奴は想定外だね。おびき寄せたかったんだろ。おい、そんなわけないだろ。彼が必要だから。そうだろ。とにかく安全なやり方はうんざり。宝があるなら見つけ出す。もしなければ、そろそろ諦めたら。ねえ、ビジネスでしょ。そうだな。何かあったら報告する。奴らがお宝を吹っ飛ばす前に行こう。ヤブシンはごめんだしな。待て、ナディンの言ってたことは。なんだ。お前をおびき寄せるって話。奴に先越されなきゃそれでいい。気にすんな。あいつら一体どこの話をしてたんだろうな。どっか他の部屋だろ。ここには俺たちしかいない。ちょっと失礼。待ってろ。やるか。木箱、行くぞ。これありがたいね。まあ、聖堂には近づいてるってことだろ。もう瓦礫かも。想像してたよりかなり凝った作りしてる。だな。何年もかかったろうな。ダメ元だ。箱より軽くてよかったな。よし、やった。どうする。あ、考え中。これにロープをかけられる。やってみるか。橋なんていらない。そうか。俺はちゃんとした橋欲しいけど。あそこは通れないな。そんじゃどうすんだ。こっちだ。ここがこんだけ崩れまくってなかったら俺たち閉じ込められてたかも。姉さん、周りを見ろ。マジかよ。これもテストだったんだろうけど、ボロボロになっちゃってるな。まあ、今目の前の問題はどうやって向こうに行くかだな。これは？
く。あのかなり頑丈そうなシーソーみたいなのを使ってみる。やってみっか。んじゃダメ元だ。おい姉さん止まれ、無理だ、低すぎる。俺が押さえてる、行け。やった、いいぞ。ああ、で俺はどうする。そうか、ちょっと待ってろよ。おい、あの装置を見てみろよ。あーっと、わざわざヤバい罠を作っちまうなんて尊敬しちゃうね。よし、おもりになりそうなものがあった。いいね、本当にいけそうか。俺より重いぞ。本当かよ。はいはい、よし、いいぞ。やるぞ。おい、アクロバットか。なっ、くそ。走れ、早く。いかねえ。よし、最近これでもう一つ終わり。もうちょいマシな罠にしてほしいな。まったく、俺はもう罠はごめんだ。なんかここの像を見てるとワクワクしてこない。なんなんだ、宝を埋めるのに装飾はいらないだろう。手の込んだテストもな。二人とも随分想像し、銃を床にゆっくり。あんたの昔が窓から放